はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきましょう。この先ですね、もう明らかになんか出てきそうな感じですけれども、まあ進んでいきましょう。あ、やっぱなんかイベントは起こるよね。絶対ボスだよこれ。しかもさ、この木みたいなのって誰が作ったんだろう。お、消えた。気配を感じたか。ん？ちょっと鳴き声みたいなのが聞こえる？アドルクリスティ、奥に何かいるようです。こいつは一体なんだ？ああ、なるほど、カメレオン系ね。カメレオンだから周囲と同化するんだ。え、このさ、丸太の上で戦うの？でもまあ別に下に広場みたいなのもあったから。クラリオン、下にまずは叩き落とせばいいのかな。なんだ今のは。体色を変化させて周囲の景色に溶け込んでいるようです。妙な気配がするとは思いましたが。この角とか来るみたいだぜ。まあモンハンと違って V 破壊みたいなのは多分ないからね。モンハンだったらこれ絶対 V 破壊できるよね、ハンマーとかでさ。あ、一応一定の距離は保ってんね。ちょっとターゲットロックはしておいて。おお、おっと、おらさっき来ねえ。ここだ。この予備動作の後よければいい感じですね。これなんだ。うわ、かまいたち撃ってくんのか。おお、なんだすげえ、なんか超適当にやったら。なぜかフラッシュガードが出たっていう。いやでも結構攻撃を高えな。この予備動作の後竜巻みたいなのかな。もうちょっとダメージを稼げてくれればいいんだけど、いつの間にかだいぶ減ってるな。甘いようやく経験値がプラス100。これすげえ、経験値プラス1000とか。いや、そんなことより今は回復だな。あ、力の霊薬とかこういうのってもう多分どんどん使ってっちゃっていいかな。あれはね、結構ね、取っとく派なんですよ。RPG とかで不思議な木の実とか、まあ、ドラクエで言うとそういうのはね、いけ、怒ってしまった。おお、怒った。体の色が赤くなっている。力の種とかの独特派なんで、いて、あれ絶対毒になるな。あんまり深追いはしない方が。あれ、なんか雑魚的いなかった今。後ろを取ってくる、後ろを。あ、いいよね、雑魚的こいつ。どっから湧いてるんですかね。お、怒った。よし、叩き込め。17。あー、消えた。ちょっと今のうちにもう一個アイテムを使って回復させよう。来た。この回避行動が意外に距離取れるから使いやすいな。てかさ、もうこれ技使っていいよね。こっちじゃなくてお前じゃない、だから。ほら、あれ、必殺技もしかしたまってないとか出てきたんだっけ。あ、なんかよくわかんないけど大丈夫か。あ、当たってる。危ない。よし、あとちょい。ターゲットロックが外れるな。このレプレオンとかいうやつがワンとかワンとか湧いてくるから。よし、 OK。 まあんまり強くはなかったっすね。
特に何事もなくそのまま先へ進めと。じゃあ奥へ行きますか。もうレベル15か。クリアレベルがどれくらいになるかですよね。あとね、地図をこう埋めていかないといけないんで。まだ船長から何にももらってないな。海岸です。お、どうやら島の西端に出たようですね。なるほど。確か人がいるって話だったよな。アドル、探してみようや。これはなんだ。お、あー、魚介スープ焚き火があるってことは人がいたってことか。突っ込んでくるね、こいつは。効かない。誰だこれ。よし、やるか。あ、これ釣りだあれ、どうやって変えるんだっけ。チェンジのボタンをわからなくなっちゃった。まあいいや、通りよっか。うん、いっぱいでね。いけー。あ、宝箱のバッグがある。こっちから回り込んでいけばいいのかな。微妙にさ、届かないっていう。ん？なんだ？あ、これロケーションなんだ。メタボリカです。メタボなのこれおお、こいつは面白いな。メタボな木ってこと。完熟マンゴー、いいね。回復アイテム系はね、やっぱり持っておきたいからね。ほら、こっちは、あ、これか。お、導入石、小入石か。なんかちょっとレアっぽい感じだな。あ、よく見ればなんか星マークついてんじゃん。多分レア度。分厚い皮は星2、薄い皮は星1みたいな。てか、どこへ行けばいいんだ。あ、あそこにマークがあるな。てかさ、こいつこんなところにさ突っ立っててさ、なんで魔物に襲われないの。声をかける。めっちゃ警戒してんね、落車ん、お前たちは。いや、警戒解くの早くねえか。ロンバルディアの乗客の方ですね。敵として襲ってくるかもしれないのに。あなたのことを聞いて迎えに来ました。無人島、なるほど。ガテンが言ったわ。なんか後ろの方に鉱石が光ってるけど。私のことを知らせてくれたキルゴール殿には感謝しなくては。それにしても、赤毛のあなた、腰に履いた剣は広いものなの。随分と古びている上、刃こぼれがひどく錆も浮いている。しょうがないじゃん、それしかないんだから。その生蔵では毒に力を発揮できないはず。なんかくれんの。そのレイピアはいい品だけど、きちんと刃が入っていないよね。てか、なんでここまですげえの。するにしまいっぱなしの練習用でも持ち出したのかしら。ああ、一瞬見ただけで。あなたの武器は。それこそ拾い物だよ。まるでデタラメね。そんなものを振り回し続けたら、そのうち体を痛めることになるわ。まいったな。確かに腰にくるんだよな。よくもまあ、そのような獲物であの森を抜けてきたわね。武器に詳しいですね。カトリーン。こう見えてもガジアの娘よ。
家事の腕には少々覚えがあるわ。私の名前はカトリーヌ。以後お見知りおきを願うわ。やっぱそうやって設備を作っていくのか。まあ確かにね、武器屋とか絶対ないからね、この島には。あれ、もうちょっとここの海岸を探索したかったけど、まあ一旦戻ることになったと。カトリーンが参加することになった。あれ、これで何人だ？てかさ、動かせる岩とかさ、もうどこにあったか全然覚えてないんだけど。てかこんなさ、重そうなさ装備してさ、海に流されたら絶対浮かんでこれないと思うんだけどね。これは何ですか？粘石。おお、ただで。ただで鍛えてくれ。錬成。錬成は強力で新たな武器を生み出す。素材が揃っていれば錬成が可能と。鉄鉱石。鉄鉱石俺結構持ってるよね、普通に。じゃあちょっとお願いしようかね。今日はどんなよ？ショートソード、これを錬成する。任せなさい。ロングソードとかになるかな。できたわ。単純だな。 OK。 でこっからまたロングソードを鍛えていけるってことでしょ。レイピア、ダメなの？ヘビーアンカーもダメ。それじゃあね。どういう条件だ？武器が鍛えられるのは。素材が持ってないとそもそも表示されないってことかな。うん、いい感じだね。素晴らしいです。もっと粘石があればってことね。すげえな、カトリーン大活躍だ。仕立て屋さんの出番がなくなっちゃうんじゃないの。防具も作成ができると。いやー、この人の戦力はマジでかいわ。ちょっと防具の方も見てみましょう。チェインメール、鉄鉱石と剣老閣。意外に簡単に作れるね。で3つ作れるんじゃん。任せなさい。完成よ。まあこの剣老閣がちょっとギリギリだけど。 よし OK。 分厚い革か。丈夫な骨は結構揃ってるけど、分厚い皮が足りないですね。まあ1個だけ作っておきますか。じゃあ、あれ、こうやって両方鎧もしや。そうか、リジットレザー、リベットレザーか。リベットレザーは防御力ちょっと低い代わりに攻撃力がちょっと上がると。そういうことね。それじゃあね。
じゃあ次また先へ進んでいかないといけないのかな。地図、目的地がここになってるね。ああ、土砂を動かせるようになったってことか。その前にちょっと、もう力の霊薬とかは全部アドルに使っちゃいましょう。あと経験値が増えるやつも使っちゃおう。おらおらおらん。完全にドーピングだよね、これ。粉をさ、吸ってる。ちょっと炙ってさ、粉を吸ってるみたいな。でもここは無人島だからね。そういうことを注意してくる人もいないから。ちょっと粉でも吸ってらんないとね。やってらんないっすよ。落ち着いた声誰？おお、船長さんか。ちょっと見られたか、さっきの。俺の禁断の粉を。あ、そうかそうか。案件とか全然見てなかったね。結構やることいっぱいあるな、これ。村の防衛力強化。それは大事そうだ。協力させてください。見張り台。なるほどね。迎撃の施設を強化すべきです。いや、まああんまりここは敵対しない方がいいでしょう。仲良くやっていかないとね。仲良く。なるほど。ナシラズ海岸の北のどっか、良質な木材や石材が取れる場所が3カ所。やたら具体的だね。まあサクッと運んでこよう。まあまずは調べろと。冒険日誌のクエストページ、必須クエストか。これ見張り台の建設、捜索ポイント。うわ、すげえいっぱいある。これがメインストーリー。これもメインじゃん。あ、なるほどね。ここの土砂をかたしてこの奥に行くっていうことか。あと掲示板ちょっともう一回見ていきましょう。うわー、いっぱいあるね。カーテンの何？カーテンの作成。しかも落車じゃん。期限中。あ、そうか。期限なんてものもあんのか。え？進行中。進行中。これ必須。まずはここら辺に行けと。アリスってかまだ名前をね全然覚えてないんだよね。ちょっとまあドギのところに話しかけに行こう。小舟の作成。ラテカ樹脂。あれ、俺ラテカ樹脂とか何を持ってんのかがそもそもわからん。素材的なやつだよね、一覧。絶対持ってないよ、これ。だと落車とかどこにいるの？あ、いた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 。カーテン。カーテンでプライバシーを保護するのかね。やっぱそういうのは必要だよね。完全にオープンスペースだからね、ここは。ごもっともで。今はそういうの厳しい時代だからね。柔らかい繊維質の素材。
重質繊維持ってなかったよね多分ちょ一回一回見ないと分かんないからさ。いやー絶対ないわ。あ、レア素材とかこっちで別で区切られてるんだ。この剣道閣ってランク1レア。あ、なるほど、レアの中のランク1ってことね。あれ、ラテカ樹脂、あれ今なんて言った、上質重質素材か。あれ重質繊維何が何だか分かんなくなっちゃった。一応こいつにも、あ、分厚い皮3つ渡す。特に話聞いてないんだけどいきなり物を渡しただけなんだけど。え、何ができたの。ゴールドケープ、見事な仕上がりだ。まあね、戦闘力はないけど防衛戦には駆り出されるからね多分こいつも。クエスト下手の練習を達成した。アリスの好感度が上がった。そうそうそうね、好感度ね重要だからね。まあ要は物を持ってればもうそのまま渡すっていう選択肢が出るってことだよね。やはり素材もこまめに手に入れていかないとダメっすねこれは。あと何だったっけ。備蓄用の素材、カーテンの作成、見張り台は絶対やって、小舟、ヒュッパーの相当。あ、これはなんか倒せば良さそうだから、ヒュッパーの相当。獣の居場所が地図に記された。よし、こいつらをぶっ倒しに行こう。まずはどこだ、ここか。え、違う、ここかいろんなのがあってわかんねえな。まずここまで行って、土地勘もね抑えないといけないから、で多分戻るんだよね。こうやっていろんなクエストをこなしていけば多分いろんなところを行くんで、そのうち覚えてきそうですけど、こういうのってね覚えるまでが大変なんですよね。全然ちげえしここまで来たよ、こっからさここまで移動してきたよ。でもここメインストーリーのところ行けばそのままヒッパー相当できそうだから、こいつらもさ、でもワンスカワンスカ湧いてくるからね。こっち行くと、ああこちらこちら。いやー本当にわかんねえわ。ほら、オリマアドルが、おとりだ。無駄無駄無駄、そんな毒液で俺を仕留められると思ったら大間違いだ。よし、この土砂を、支援要請、集まってもらったって簡単に言うけどさここまで来るのみんな大変だよ。お前も来たのか。
でもさ、必要人数8人でさ、今9人いるってことはさ、1、2、3、4、5、6、7、8 お前いらん。カーナン教ってどれくらい偉いの？あれ、結局手伝わないんだ。カーナン教は帰ってしまった。支援イベントに参加する人数が一人減ったとか。てかさ、一人で帰って大丈夫か？あいつ。だから結局カトリーンを助けないとここの土砂崩れは撤去できないってことなんだね。ありがとよ、みんな。まあそれはこっちのセリフだよ。そして去っていく。去り際もまた早いな。で、この上が多分もうそのままキュッパーの巣になってそうだから、てかキュッパーって何の敵？お、なんだか周りの景色が変わってきたな。あれ？もう本当にわからん。こっちまで来ちゃダメってこと？なかなか植生が豊かな島のようですね。ちょっとね、これロードが長いのもね、気になるよね。ヒュッパー、ヒュッパー、ヒュッパーなるもんな。これ誰？ラーノレン、ボルド。このオオカミも違うってことでしょ。あ、もうレベルアップした。で、今ここにいるから、いやマジでわからん、なんだこれ。目的地に設定しようと、一応あれ目的地に設定するとこっちだよみたいな。あー、あそこにある。行けなくね？やっぱこっちから行くのかな。もうこの地図的なねものが全然わからないからね、迷ってばっかりだな。この、うわー、また毒みたいなのが入ってる。うわー、マジ絶対毒るわこれ。このまま進むと多分なんか別のとこ行くよね。いやもう全然別のとこだわ。ちょっとこいつは仕方として、あ、でもこっちから行くのか。あ、ナシラズ階段出てきたな。おお、ヒュッパーの相当のところに来たっぽい。レベル15か。結構レベル高いな。こいつらか。いや、めちゃくちゃでけえ虫だな。俺虫とかマジ嫌いだし。レベル23とか。やばいよ。超強くない？なんかひらめた。もうランダ戦でわけわかんない。おらおらおら。いや、こんなやつらがさ、うっ、大量に繁殖したらマジやばいね。
アイテムはちょっと使用できるアイテムにしてマンゴー使っちゃおう。元気100枚おわてかもうこれまた使う。てかどこに行くんだお前は。どうだまだ残ってるか。よしこれで吹っ倒したか。いやーなかなか辛い戦いだった。あーこれでなんかこっちに来たってことね。宝箱をゲット。お戦士の刻印なんか良さそうな感じだね。毒耐性戦士の刻印、あスキル熟練度プラス1いいね。あゴールドケープ、ヒットポイントが低いほどエクストラ上昇量アップ。ケープ系ってちょっと怖いね。ヒットポイントが低いほどとか俺ちょっとねそういうのはあんまり使わないんだよね。これ多分あっち側に出てくるでしょ。うん、そうで多分これ下降りちゃうとさダメじゃねって言おうとしたけどワープしてきた。勇猛果敢に攻めていったら戻ってきたな。じゃあちょっと船長に知らせましょう。いやこれはこれでやっぱり便利だね。むしろこのワープシステムがないとめちゃくちゃめんどくさいことになるから、まあ、これはね、なかなかいい感じで調整されてると思います。ヒュッパーなんてわかるの嘘ついてるかもしんないじゃん、俺。命の霊薬。やった。これ絶対ヒットポイントが上がるよ。最大ヒットポイント100も上昇すんの？使おう。イエーイ。で、回復して、あ、そうか。別にこれを使ってワープするわけじゃないから。ここに移動して。まだ 11% か、この島の地図。かなり広いよな、そう考えると。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、第2部。めっちゃ長く続いちゃってますけれども、また次回やっていきたいと思います。